T-70 はソビエト連邦によって開発、運用された軽戦車である。T-60 に代わる軽戦車として開発され、偵察及び不評支援用として軽戦車ながらソビエト赤軍の主要機構戦力の一翼を担った。ただし改良を重ねた軽戦車ではあっても、結局このクラスの車両を戦車戦や不評支援に用いることにはそもそも無理があり。 使用した前線部隊や戦車兵からは最後まで良い評判は聞かれなかった。砲塔を二人用に変更した T-80 の生産も開始後間もなく中断され、1943年10月には、赤軍では、軽戦車というカテゴリーの兵器そのものの生産が中止された。ソビエト軍は、戦後、1943年後半までこれら、 軽戦車の量産を続けたのは失敗だったと認めている。T-70 は総数8200両余りが生産され、これは第二次世界大戦中にソビエトが生産した戦車の中では T-34 に次いで2番目に多いものである。生産終了後の1943年以降も終戦まで前線部隊に配備されて運用されたものの、 1944年以降は順次引き上げられて後方部隊に回され、訓練用戦車としては1948年まで用いられた。しかし、T-70 のシャーシを流用しジス -376.2mm ア砲を搭載した自走砲 SU-76 が開発されて、後に改良型 SU-76M に発展し、 SU-76 は大量生産されて対戦終盤に活躍することとなる。T-70 は遠方から見ると外観が T-34 に告示しているため、ドイツ軍に T-34 と誤認されることも多く、戦場に大量に投入されたこともあって、ドイツ側の記録にある T-34 量を撃破のうち、かなりの数が実際は、 t-70 を撃破したものであったのではないかという考察もある。ドイツ軍にも少なからぬ数が露覚され、pz, kpfw, t-70sd, kfz743 の名称で使用された。これまでも様々な軽戦車の開発を担当してきた NA アストルフの設計チームは、t-60 の武装と装甲の強化を試みるべく、 1942年1月にまず 37mm 戦車砲、JIS-19 を搭載することから開発を始めた。これは海軍の小型艇に装備するための新型速射砲で走行貫通力も高かったが、全くの新型であるため生産や弾薬の補給の問題があり、結局従来の 45mm 戦車砲弾を用い、 ジスマイナス十九の優秀な機構を取り入れた四十五ミリメートル戦車砲、ジスマイナス十九 b m を生産することに決定、九百四十二年三月には t 六十からにまたは OVA クトレ六6として完成した。続いて、アストロフの設計チームは、車体の強化を試み、当初 t 四十五の名で計画された、この戦車は、車体を大型化して、 装甲を強化、変化した荷重配分に対応するために天輪を片側国民に増やしていた。エンジンは適切な高出力のものが不足していたため、ギャスマイナス200に直列6気筒ガソリンエンジンを前後に連結したものを搭載した。これらの改良により従来の軽戦車に比べて攻撃力と防御力が大幅に改善されたこの戦車は、 T-70 として開発後半年で完成、量産に入った。それまでのソビート系戦車に比べ、T-70 では全面走行を T-34 のような傾斜走行と操縦士ハッチに変更、走行圧も35から 45mm、棒立ては 60mm という厚いものとなり、防御面では格段に強化された。 しかし相変わらず砲塔は小型の一人を砲塔であり、社長が一人で周辺の視察と指揮砲の装填と照準を強いられたため、砲の発射速度が低く、戦闘能力に限界があった。T-70M に搭載されたガス -203 エンジンクビンカ戦車博物館の展示品 T-70 の生産開始2ヶ月ほどで、改良型 T-70M が開発され、 以後は生産は T-70M に移行した。T-70M ではエンジンがギャス -203 直列12、気筒水冷ガソリンエンジンに変更されているほか、足回りも、離体幅が 260mm から 300mm に増加するなど改良されている。また、車体の操縦使用ハッチには、直視型の防弾ガラス入り狙い窓がついていたものが、上部に、 新型の旋回式 MK、MK-4 ペリスコープが付く方式に変更され、さらに砲塔ハッチのペリスコープも、車体のものと同型に、生産後期から、砲塔前面及び棒タて器部は一体鋳造から、溶接組み立てに変更されている、などの違いがある。T-70 及び T-70M は1942年3月から1943年10月までに、 合計8231両が生産された。ありがとうございます。